アスタム心さんのインタビューです。本日は、同性愛っていうテーマについてお話しいただきたいと思います。お願いします。同性愛って言われてるけど、これは表面的なものだよね。うん。でも、魂、前世から。例えば、前世、女性であった場合。今世、生まれ変わって男である。そしたら、魂が追いついていないから、今世についてね。追いついていないから、体が男性であっても女性の心を失わないでいる状態なんだよね。うん。だから、なんか違和感を感じる。うん。入れてるものが違うからね。うん。体は魂を入れる器なんだよ。だから、なんか違うな。って魂が言ってるんだよ。うん。だけど、それって、もう上で降りてくる前に、こっちの地上に降りてくる前に自分自身で決めてきてるんだよ。うん。みんなね。自分が男である、女である。で、選んで生まれてきてるんだけど、でも、それ自体を味わいに来てる。なんか違和感を感じている自分を味わいに来てる。うん。だから、魂が女であっても男であっても、入れる器が違うだけのこと。うん。だから、形型枠にとらわれてる証拠だよね。うん。だから形型枠っていうことは生涯の愛シリーズを味わっている途中経過なんだよ。うん。だからなんだ不思議でもないの。不思議な感じがするのはそれは人間の物差し。これが常識であるっていう形型枠をそのまま測ってるだけなの。彼らや彼女らは当たり前に普通に過ごしてるだけ。うん。だから恋愛するのも、同性の人を好きになったりするのも、何の不思議でもない。うん。ただ、今回、体が、男なだけ。女だけ。女だった。だけだった。ただそれだけの問題。そして、そのことで、いろいろな課題を味わうことができるからこそ、その体を選んで生まれてきてる。だから、魂が熟練されたものしかこういうことは選んでこない。病気とさっきの病気の話と一緒なんだけど、うん。熟練されたものしかこういうことは選んでこない。うん。魂が若い子たちはそういうこと選んでこないから。うん。魂が、熟練されたものたちは、いろんな深いもの、そしていろんな試練、そして、これでもかっていうこと、いろんな体験、次から次へとやってくる。うん。それは、自分自身だからこそ、乗り越えられるものしか、すべてやってこない。うん。だから、自分自身を信頼してあげてっていうのは、そういう意味を持つ。楽しんで。はい、ありがとうございます。